さあ、今回はカカシを使ってやっていきたいと思います。対戦相手はミナトですね。いや、最近ラグい部屋が多いんで、久々の3品。まあ俺地域で検索してないんでね、いつも地域フリーにしてるんで。おっと、おいおいおい、あ、マジやっべ、危ねえ。だいぶ使っちゃった。マジ食らっちったんだけど、俺も試させて来いよ。甘い、これこの後すぐガードできないんだ。ためてためて、やべ、あーダメ、これ食らわない。マジか。まあまあ、これは食らっとこう、おとなしく。まあ近づい、変わり身がない。ありがとう。ちょっと待って、よいしょ、あと1回。ほらガードブレイクしろ。よし、いいぞ、追いついた。ここでガード、当たれ。よし、よーし、いいですね。当たられねえよ。よいしょ、よいしょ、相手は何としてでも当てようとしてくるな。オーケー。まあ相手は大きに気を取られて全然ね、手についてなかったんですけど。さあ、どれだけダメージを与えて次のラウンドまで持っていけるか、それともここで持っていくかい。オッケー、オッケー、いいぞ、キレキレやないか。当たれ、オッケー、よーし、まだまだまだ削れる。螺旋が食らっちった。まだ削れるぞ、焦んな焦んな、ナルトしつこい。オッケー、まだ削れるで。やべやべ、離れろ、帯とたまるまでやめて。さあ、ここからちょっとずっと接近戦で、なかなか帯とがいい仕事をしてくれるから。当たんねえよな、やっぱナルト、ナルトが、あら、地雷やし、やっべ、うーん、やりますね、これじゃあすぐ持っていかれそうだ。オッケー、なんとか隙をつけた。追いかけてくる、全然気づかんかったぞ。やべえ、結構持っていかれる。よーし、待て、これサポートキャラだろ、今当たったの。はあ、ふざけんなし。やりよる、ナイス、オーケー、あぶねー。まあこれじゃあ多分倒せないと思うけど、
ラストちょっと同じぐらいだな。オッケー。あ、甘いわ。あぶねー。負けないさ。こっちは命をかけて戦っているんだからな。最後変わり身残っといてよかった。というわけで今回はカカシを使って、ランクマッチやってきました。いや、なかなかね、使いやすいキャラだと。あ、今なんか個人的になんかナルトよりかは使いやすかったかなと、思いますね。というわけで、今回はここまでということでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。なんか使ってほしいキャラがあったらどんどんコメントください。では。